私は幼い頃から背の高さをからかわれていました。背を丸め、うつむき、少しでも小柄に見せようとしました。自然と上目遣いになり、目つきも悪く見られました。そんな私に投げつけられる言葉はひどいものでした。特に男子たち。言葉は、時に硬い石のようでも、へばりつく泥のようでもあり、心は傷をつけられ、土のように動かなくなっていきました。髪を長くしていたのは、そんな目つきを隠すためでしたが、止まったままの表情を人に見せないためでもありました。すぐに、笑い合う友達もいなくなりました。笑顔の作り方も忘れました。両親は共に世間体を気にしてか、そんな私を疎ましく見ていました。父には、家が暗くなるから笑えと言われ、笑おうとすると口が引きつり、母には、それ気持ち悪いから笑わないでと言われました。いつしか、両親との関係も悪くなり、家での居場所は自分の部屋だけになりました。高校生になっても身長は止まりませんでした。ただし、同級生があまり進学することのない他県の高校に進学したこともあり、静かに高校生活を一人で過ごすことができました。話しかけられることもなければ、話しかけることもありません。高校へ行き、授業を受け、帰ってくる。今までと違うことは、いじめられないことでした。それ以外は同じ。耳に入ってくる会話もどこか遠くから聞こえてくるようで、目の前で起きていることも、手を伸ばしても届かない。まるで、同じ空間に存在するものとは思えませんでした。高校2年生になる頃には、大きさの合う制服はなくなってしまいました。私は、仕方なく制服を直すことを始めました。既製の制服以外でも良かったのですが、とにかく目立ちたくない私は、最初は直し、次に同じものを作りました。既製のものと遜色なく出来上がると、味わったことのない達成感が私を包みました。学校でも家でも干渉されることない私は、服を作ることに夢中になり、没頭しました。高校を卒業する頃には、どんな服でも作れるようになっていました。その自信は、私を一つ前向きにさせました。服飾の専門学校へ進み、服を作りました。
集団の中で自分の居場所を確認することができました。ここで初めて向けられる感情がいくつもありました。羨望、嫉妬、戸惑いました。それに私の容姿をからかうものはなく、自然と友達もできてうつむくことも少なくなりました。髪も短く切りました。ただ、長年笑っていなかったせいか、笑うと左の口角だけが上がりました。仲間からもそれはからかわれましたが、悪い気はしませんでした。私は成績も良く、アパレルメーカーに就職することができました。その頃には、両親との関係も少しずつ良くなってきていました。会話を交わすようにもなりました。普通の。しばらくして、職場の女友達に食事会に誘われました。男性の友達も来ると聞かされると、話を楽しむような場所に行っても、背の高さを話題にされるに決まっている。そう思いました。もう人数に入ってるからと、逃げ出せない状況に困りながらも、ほんの少し期待する気持ちもありました。それは、私が自身の変化に気がついていたからです。私は食事会に参加することにしました。そこで、彼と知り合うことになりました。彼も背が高く、そのことをコンプレックスにしていたと、そんな話で盛り上がりました。初対面でお互いの背の高さを笑い合えました。私たちは交際を始めました。いまだに左側しか口元の上がらない笑い顔。それも彼は綺麗だと言ってくれました。小学校の教員の彼は真面目で責任感もあり、将来を約束し合うにも時間はかかりませんでした。服作りを趣味にもしている私に、彼は二人の名前が刻まれた裁ちバサミをプレゼントしてくれました。家庭を持つ。そのハサミを眺めることは、遠くない未来を想像できました。彼は担任する子供たちにも職場の先生たちにも、笑顔が綺麗な人と結婚するんだと自慢したと言って笑っていました。私が恥ずかしがって笑うと、その笑顔だよとからかわれました。お互いの両親への挨拶も済ませ、すべてが順調に進んでいると、そう思いました。もらったハサミで白いドレスを作り始めたのもその頃です。一つずつの工程に幸せを感じました。彼を紹介してくれた同僚は、あいつは本当にいいやつ。幸せにしてもらいなと、私の静止するのも構わず、皆さんと声を上げ、所属する部署を巻き込みお祝いの言葉をくれました。両親も見たことのない笑顔で喜んでくれました。
私は空白だった時間のすべてを取り戻せたと思っていました。彼に私以外の女性との子供ができたのは、あと少しでドレスが出来上がる頃でした。今、7ヶ月なんだ。同じ小学校の教員で、飲み会の後に一度だけ関係を持ったみたいなんだ。泥酔していて記憶がないんだ。でもお腹の子供に責任は感じている。その女性が今不安定な状態なんだ。子供が生まれるまではそばにいてほしいと女性の両親にも泣かれてしまった。生まれて落ち着いたらまた君のところに戻ってくる。信じてほしい。今はお腹の子供が無事に生まれてさえくれれば君のところに帰ってこれる。彼は泣きながら私にすがりました。彼は私だけではなくみんなに優しい。それに誠実すぎるその性格が私はとても好きでした。もう生まれたのでしょうか。あれから5ヶ月ほどが経ちました。携帯はつながりますが、忙しいのか、折り返し電話をもらえることはありません。彼のアパートに行ってみましたが、表札は違う名字でした。彼の職場だった小学校に一度電話してみました。夫婦で退職しましたよと言われました。夫婦。電話に出てくれた教員が、聞きもしないのに教えてくれました。奥さんの実家は大きな会社を経営しているらしく、そこの一人娘なんだと。私はどれくらい待てばいいのでしょうか。あれから1年ぐらい過ぎました。彼を紹介してくれた同僚は半年前に寿退社していきました。職場ではいつまでも結婚しそうにない私に嫌な噂が流れ始めました。男に騙されたとか、結婚の話は嘘だったとか、再び向けられ始めた負の視線。私は戸惑いました。職場で親しい人には事情を説明しました。私に向けられたのは哀れみでした。腫れ物に触るように扱われ、幸せに思えるような話は聞こえなくなり、周りから人がいなくなりました。上司からも、だから少し休んでみないかと言われました。私がいると空気が悪いんだと。血の気が引くのがわかりました。また、存在を否定された気がしました。何がわかるんですかと泣きながら訴え続け、止めに入った同僚に持っていたハサミで傷つけてしまいました。私は勤め先にいられなくなりました。
両親にも彼が戻ってくることはないと言われました。私が彼の誠実さ、責任感の強さを必死で説明しても無駄でした。両親との関係は再び悪くなりました。母には、ご近所様にもなんて説明すればいいのよと罵られ、父には私の過去をほじくり返され、家にもいられなくなりました。また笑えなくなりました。髪を伸ばし、顔を隠し、背を丸めました。彼を今も信じています。私を救ってくれたのですから。いつからか彼からの連絡を待つ携帯は反応しなくなりました。雲でしょうか、顔の上を何かが歩きます。払いたくても腕が動きません。口に入ってきても噛みつぶすこともできません。時々ドアをノックする音が聞こえます。返事をしたくてもわずかに口が動くだけで声は出ません。先ほども訪ねて来られたみたいですが、また行ってしまいました。目をつむる。これくらいの力しかなさそうです。もう、また眠っていたようです。長い夢を見ました。私と彼と彼の子供が暮らす夢を。それは幸せな眺めでした。私は気がつきました。私が待っているだけではダメだということを。彼は言いました。子供に責任を感じていると。女にではないのです。その子を私が愛することができれば、彼があの女と一緒にいる理由はなくなります。夢で見た暮らしをすればいいんです。今すぐにでも彼に伝えなければいけません。私はその子を愛せます。彼と共に。私は携帯を手に取ると、彼の職場だった小学校に連絡してみました。事情を説明して住所を聞いてみたのですが、何人も電話の向こうで人が変わり、そのうち警察に連絡しますよと言われて切られてしまいました。私は彼を救おうとしているんです。彼はどんな思いで今の生活をしているのか。毎日私のことを思っては引き裂かれるような気持ちで、私は今自分の愚かさに悔いています。震えています。あの女にずっと夢だった教師の仕事も奪われ、私という存在からも引き離されました。この二人の名前が刻まれた立ちばさみ、見せて説明すれば彼のいた学校の皆さんも気がつくはずです。
彼が将来を約束していた女性が私だったということを。少し黄ばんでしまいましたが、このウェディングドレスを着た私を見たら、彼は何と言ってくれるでしょうか。女は鏡の前に立ち、顔を覆う艶のなくなった髪を手で払うと、肩が落ち、すすけたドレスを着た姿を見つめた。白く濁りくぼんだ目と肉のそげ落ちた頬、笑うことのできないこの顔では彼に申し訳ないと、手にしていた立ちばさみを左の方に当てた。わずかに開いた口にハサミを通し、それをゆっくりと閉じていく。ハサミは抵抗なく閉じられ、支えがなくなった下顎と頬の皮がだらしなく垂れ下がった。女はもう一度鏡を見て、少し首をかしげた。笑顔に見えるかしらと。外へ出ると、街の火は陰り始め、足を早める女が手にした長いハサミが、わずかに残る火を反射させていた。ぎこちない足の運びとは対照的に、女は滑るように道を急いだ。左の方が垂れ下がり、歪んだ口元からは、笑みがこぼれた。自分を待ちわびていた彼、それを想像し、その高揚感に女は髪を振り乱し、声にならない方向を上げた。女は彼の勤めていた校舎の前に立っていた。すっかり日が暮れたが、わずかに一角明かりが見えるところがある。女はそこが職員室だと理解した。再び歩を進めようとする女の目に、一人の子供の姿が映った。居残りさせられたのだろうか。ポツポツと校門に向かってくるその児童に、女はふわふわと近づいた。児童は女に気がつき、その異様な姿に体をこわばらせた。見上げるような長身に、薄汚れた白いドレスから覗く骨と皮だけの腕、その手に握られている刃の長いハサミは暗いというのに怪しいまでの光を見せていた。そして腰まで伸びた髪、顔は覆われて表情は見えない。児童がその場に動けずにいると、女がゆっくりと髪をかき上げた。左の方から耳まで裂けた口が現れる。女はその口を大きく開き、覗き込むように尋ねた。ねえ、あたし、綺麗？